私は2部の司会を務めます天宮佳代です。よろしくお願いします。司会ついでに、最初にちょっと発言をさせていただくんですけれども、先ほど森さんの話にもあった通り、このオウム事件真相究明の会っていうのの立ち上げに、最初から関わるというか、そういう、立ち位置なんですけれども、今年の1月にも裁判が、オウム関連の裁判が全部終結して、3月に半分ぐらいの人が移送されましたよね。その時ぐらいからもう誰かと会うたびに、もう絶対年内執行だよね、だって再来年オリンピックだし、その来年は天皇の代替わりだし、とにかく今年の今頃にはもうあの人たちは生きていないだろうっていう話が、どこに行ってもその話になったんですね。死刑執行が、年内にされるだろうと。そういうことでやっぱりいろんなことが腑に落ちないし、それをこのまま死刑執行されてしまって本当にいいんだろうかっていうのは本当にみんなが言ってたので、それでじゃあ会を立ち上げようということになって、4月ぐらいに最初の話し合いをして、それから6月に最初のというか立ち上げ記者会見を6月初めにやって、結局そのもうほぼ1ヶ月後には執行されてしまうという、本当に実質1ヶ月ぐらいしか活動できる時間もなかったんですけれども、その間にこれだけの、後ろに今日資料の後ろにあるようにこれだけの方が呼びかけ人と賛同人になってくださって、本当にその方たちにも、あと関心を持って見てくださった方たちにも本当に感謝の気持ちで、いっぱいなんですけれども、その一方でとっても残念な気持ちもあります。それでこの会を作って、やっぱり本当に一番超えられない壁というか、こんなに中の死刑囚の人たちの状況ってわからないんだっていうのは、私にとっては本当にちょっとびっくりするぐらいだったんですね。10年以上朝原は誰とも外部の人とも会っていないという状態で、先ほど浅野さんの話にもあったように、その亡くなる前、その四女に遺骨をって話も、誰もどこにも証拠ないし、私は多分今日聞いてらっしゃる人からすると、そんな意思表示ができる状態なのかってみんな疑問に思うんだろうけど、そこも多分永遠に闇の中なんですよね。そして死刑囚の人たちはこう外部と交流する機会も本当に限られているし、そういう中で今回執行された13人の中には朝原以外にも心身喪失だったんじゃないかと指摘される人が含まれている。そういう中で本当にその死刑囚の人との交流権というような問題だとか、あるいはその死刑執行に至るまでの、その中にいる状態の情報公開というものが、ある意味この会を立ち上げたことによってすごく私の中で大きな問題として、自分の中では大きな問題になっているので、そんなことも引き続き考えつつ、ただやっぱり本当にオウムの問題っていうのは私の中では全然終わっていないし、すごく凶悪な事件と、あと私オウム事件の後にいろんな脱会信者と話したんですけれども、すごく彼らはなんか日本一すっとこどっこいな宗教団体だって知ってたからオウムに入ったんだっていう感じで、すごくサークル乗りで、オウムの中のカラオケ大会で優勝したとか、そんな話をしたりとかして、ある意味とても牧歌的な話があって、ですごく真面目で純粋な人たちでもいろんな生きづらさを抱えてるっていう問題がある、そういう彼らの話してるオウムとあの事件っていうのは本当に私の中でとても断絶が大きいんですね。そういうことも全然埋まっていないまま23年経ってしまって、この状況になってしまったので、このことは引き続き会がなくなっても考えていきたいと思っています。ということで司会に戻ります。はい、すいません、ありがとうございました。ということで司会です。では下田健一さんなんですけど、地下鉄サリン事件、地下鉄サリン被害者医療支援 NPO RSC 理事の下村健一さん、よろしくお願いします。下村です。こんにちは。今ご紹介いただきました通り、今日は、リカバリーサポートセンターという NPO の理事、として、まずは、その NPO が、7月6日、朝原執行の当日に発表した声明を、
まあ、皆さんあまりご存じないと思いますので、まあ、あの日大雨のニュースもあってなかなかそこまで、取り上げていただけなかったので、ぜひ皆さんに聞いていただきたくて、それを読み上げようと思います。オウム真理教松本智津夫教祖らの死刑が執行されたことについて、これリカバリーサポートセンターのホームページのトップに載せております。私たち、あ、その前ちょっと説明しなきゃダメですよね。リカバリーサポートセンターというのは、あの日地下鉄サリンの日、大車輪で動いた聖路加病院などの先生方 を軸として、今でもずっと毎年秋に、医療支援の被害者の医療支援の活動を無料で続けている NPO です。まあ、あの医療関係者が中心ですけれども、あの我々当時の報道に携わったものとか、まあ、何人かで、理事会を作って、運営を続けております。そことしてのその活動を踏まえての声明です。私たちリカバリーサポートセンターが実施する毎年の検診に通ってこられるサリン事件被害者お一人お一人は、身体や心に抱える症状がそれぞれに少しずつ異なります。それと同じように、この死刑執行に対する思いも一様ではありません。お一人お一人に個別に向き合うことを大切にしてきた私たちは、それゆえ今回団体としての統一見解を示すことはいたしません。ただ一つだけ訴えたいことがあります。こうして教祖らの死刑が執行されても、それは決してオウム事件の終結ではないということです。司法的には終結かもしれませんが、被害を受けられたお一人お一人にとっては、体や心の変調に悩まされ続けている限り、事件は現在進行形であり続けます。そんな中、司法的終結をもって世間の皆さんがこれでオウム事件は終わったという空気になってしまったとすれば、それは被害者の方々を置き去りにし、精神的な孤立へと追い込むことになりかねません。今回の死刑執行がそんな追い込みのスイッチ起動とならないように、どうか事件はまだ終わっていないという認識をここで新たにしてくださるよう、すべての方にお願い申し上げます。リカバリーサポートセンター理事長木村信介、このような声明を出させていただきました。まあ、このオウム事件はまだ終わっていないというのは、この会でもみんなで、叫んでいることではありますけれども、この被害者にとって、あの死刑執行される前日も翌日も今日も同じようにまだ身体の不調を抱えてるんだという観点から、この事件は終わってないということを改めて皆さんに、あ、そうだよなと、考えていただきたくて、ちょっと読み上げさせていただきました。あと2分ありますので、ちょっとあとはあの個人的に、全く一個人として、これはリカバリーサポートセンターとは関係なく申し上げます。私は、当たり前のことですけれども、今日のこの会に大筋では、考え方が賛同できるものがあるのでやってまいりましたが、だからといって今日ここまでに壇上で、いろいろと聞かせていただいた発言の全てにそうだそうだと思っているわけではありません。んと思う発言もありました。同様に、この会に今日猛反対している皆さん、下村お前なんでそのとこ行くんだと言っている皆さんの主張の中にも、逆にあ、そこはそうだよねと思うところだってあります。いちいち格論には触れませんですけど、そんなのは当たり前のことです。全面賛同全面対決ではないのは当たり前です。まあ、先ほど浅野さんがご紹介いただきましたけども、サリン事件が起きた松本サリンの直後にも、河野さんの言い分を丁寧にスペースゲーという番組で、当時キャスターがやっていた番組で伝えたら、散々視聴者の皆さんからなんで人殺しの肩を持つんだと非難をされました。その後今度は11月頃に松本の地元の市民の皆さんが開いた河野さんを犯人扱いするなんてひどいじゃないかという集会、そこに行った時には今度は逆に、なんで皆さん白なのにひどいじゃないかっていう言い方をするんですか、白か黒か分かんないのにこういう報道がひどいじゃないかって言わなかったら、また同じことをやっちゃいますよ。私はまだ河野さんが犯人である可能性も3割ぐらいはあると思ってますと、その時点で発言をしてシャーッとなりました。で3回目、いよいよ地下鉄サリンが起きてしまって、バーッと大騒ぎになった時、それでも第7サティアン前に、その前からおかしいと思って取材に行ってた時、入れてもらえなかったことをエピソードを話した時に、私は番組で、でも
あの時第7サティアに私を入れなかったからやっぱりあいつらはみんなで隠してたんだっていうのは早計ですと。彼らはとにかくある信者であるんだから、信者にとって聖地に入るなというのは当たり前のことですと。でこれをもってやっぱりあそこでやってるのをみんな知ってたんだ、隠してたんだっていうのはおかしいと言って、また当時しらっとされました。今日も同じことです。今日も最初に申しましたけども、別に全部ここで出る声が正しくて全部反対派が言ってることがおかしいとは私は思いません。考えましょうよ。本当にこの会に集まってる私たちも、そして反対って言ってる人たちも、ほとんどは言い分を聞いてみると共通していることがあります。それは二度とこんな事件を起こしてほしくない、だからちゃんと考えようと言っていること、それは本当に共通です。なのに各論の部分でものすごく反目のようなことが生じています。だからこれだけは言いたいです。サッカーだって全員でわっとボールに群がることはしませんよね。コートの中に散らばってますよね。でその時にボールにバーッと行かない人たち、コートの遠くに点々といる人たちに対して、お前なんでそんなところにいるんだ、どうしてボールに行かないんだとは誰も言いませんよね。同じです。いろんな立場から、いろんなポジションから、より良い次の社会のために発言行動していくのは決して間違ったことではありません。みんなが全てに一致している必要は全然ないんです。だからお花畑みたいにね、だから反対の人たちとも手を取り合って仲良くやりましょうなんてことは申しませんが、少なくともこれから先、今日から先、このまま分断を固定することはやめたいなと思います。本当に、そんなことにエネルギーは割かないで、またこの事件が起きないようにすることにエネルギーを割けていけたらいいなと個人的には思っております。どうもありがとうございました。ありがとうございました。それでは続きまして参議院議員の有田芳生さん、お願いします。今年の何月だったでしょうか、 TBS の金平重則さんが連絡をしてきました。どうも13人の死刑囚を一挙に執行するシミュレーションを法務省がやってるようだ、そういう連絡でした。まさかなというふうに思いました。でさらに日本テレビの清水清さんが連絡をしてきて、安倍政権だったら朝原彰晃の執行をやりますよと連絡してきました。で僕はそれお二人に、いやないと思うと答えたんです。でそれは結果的にはものすごく甘かったんだけれども、根拠があったんです。死刑反対の集会が3年前に行われました。安田弁護士、それから松本中道さんの三女の方もいらして集会がありました。でそこで僕はこう語りました。朝原彰晃の死刑の執行には条件がある。でこれは個人として勝手に言ったんではなくて、法務省の責任ある人から十分話を聞いた、それを語っただけです。で朝原彰晃の死刑の執行の条件何か、それは第一に強い法務大臣であること。で強い法務大臣とは何かというと、朝原彰晃松本智津死刑囚の執行を行ったならば、その時の法務大臣には一生 SP がつく、そのことに精神的に耐えられるような法務大臣ではならないというのが第一の条件。じゃあ強い法務大臣って一体どういう人なんですかということを聞いたら、例えば後藤田正治さんのような人が法務大臣の時だったら教祖の執行はあり得るだろうという答えだった。法務省関係者というよりも法務省の幹部です。でさらに2番目の条件何かといえば、後世の検証に十分応えうる精神鑑定がなければ執行はできない、そう答えました。でさらにひょっとすれば執行の前には専門家と言われるような各界の指揮者に話を聞かなければできませんよという、それが2015年の話だったんです。ですから3年前の集会では私はそういう説明をしました。だから金平さんや清水さんから
問い合わせがあった時も、上川法務大臣が強い法務大臣とは全く思えない、まあ、その前に金田大臣ってのがいましたけども、あの人だってありえない、そういう状況の下でまさかないだろうなというふうに思っておりましたけれども、先ほどから話があったようにどうも執行があるんじゃないかという話がどん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 流れてきた。そこで今年の5月に法務省の幹部に話を聞きました。前回は強い法務大臣と言ってたけれども、上川さん強い法務大臣じゃないですよねと聞いたところ、いや上川でも朝原商工の執行はあり得るかもわからないというふうにこの3年で意見が変わった。だけど後世の現象に十分耐える精神鑑定とかやってるんですかということを聞いたところ、いや日常的に治療をやっていてそこで判断はできるから、それは新たに精神鑑定をする必要はないんだというふうに変わった。これ5月ですよ、話聞いたのは。そしてですね、あと1分ということでもう急ぎますけれども、そういう状況のもとだからまさかないだろうというふうに思ってたんだけれども、今年の5月に聞いた時にはそういう答えだった。あれおかしいなと思った。でさらには死刑の執行をするには執行規範書というものに大臣が署名をするんだけれども、署名するのは大臣だけじゃないんですよね。いろんな幹部たちがサインをしていく。でそのサインをしたある人物に実は6月の終わり頃僕は聞いたんですよ。執行があるっていう噂が流れてるけどどうなんですか。いや個人的な見解ですけれども、ありえませんよ、6月ですよ。ところが7月6日でしょ。上川大臣が説得され始めたのが5月の連休明けですよ。で説得の最中に上川大臣は涙を流したり精神的におかしな状況になってきたというふうに考えるとですね、5月6月の段階で曖昧な形、上川大臣でも朝原商工だけだったらあり得ると言ってたんだけども、13人結局やってしまったわけでしょ。であり得るんですかって聞いたら、13人処刑するなんてのはこれジェノサイドですよ、こう言いましたよ。だけど結果的には2回に分けたけれども、そういう執行をやってしまったのが今の法務省というよりもこれは安倍政権ですよ。で安倍さんはあと1分以内に終わりますけれども、本人が私の政治っていうのはやってる感なんだ、まあ、言ってみればやってるふりなんですよ。やってる感やってる感だから、昨日だって拉致事件私は解決しますよなんて言ってるけれども、そんな条件には今全くありませんけれども、語ることでやってる感やってる感だけど、オウムの13人というのは彼らの権力の手のひらにあるわけだから、執行しようと思えばそういうことができたっていうのが今回の13人の死刑執行だと私は考えております。やってる感ではなくて強い安倍っていうことを打ち出すためにオウムの13人の人たちが執行されてしまった。法務省の中でも朝原商工はしょうがないけれども、後の人たちはどうかね、同情的だったんですよ、責任者たちは。だけど一挙にやったっていうのもやっぱり安倍政権のなせることだったというふうに思っております。この政治が続くならば、これからいろんなどんなことが起きるかわからないという危惧を持って、まあ、この死刑の執行の問題にも私は非常に重い気持ちを引きずってまいりました。もう最後の最後に個人的なことですけれども、死刑制度に反対かどうかっていうのを聞かれた時には僕はもうずっと曖昧な態度をとってたんだけれども、6人の人が執行されてその家族を知ってますから、その人たちのこと、あるいは1回目の執行が行われてそのことを林康夫にしたってその日の NHK のラジオのニュースで聞いてるんですよね。そういう残酷な日々を送らざるを得なかったようなことを考えると、
他6人の人たちが執行されて1週間ずっと考えてきて、明確に死刑制度反対の立場にようやく立つことができたということを最後にお知らせをしておきます。すいません、時間取ってしまって終わります。4人ビデオメッセージ続くので会場の電気を消してください。最初は脳科学者の茂木健一郎さんです。世間を揺るがし、人々を傷つけ、人々を苦しめるような、そのような大きな事件が起こったとき、その事件についての証拠を調べ、真相を究明する、そのような役割が司法の中で行われることは、これは大事なことだと思います。そして裁判が行われ、裁判の判決に基づき、さらに司法手続きが進められていくということも、これは法治国家として大切なことだと思います。しかし、その一方で、事件の真相、その背景の究明は、司法制度だけに限られたことでは私はないと思います。司法制度の外でも、さまざまな方が事件について興味を持ち、真摯に調べ、耳を傾け、そしてなぜそのような事件が起きてしまったのか、どうすればそのような事件が二度と起きないようにできるのか、このことについて、さまざまな立場から調査し、意見を発表する、これはとても大事なことだと思います。ですから、裁判が、終わり、司法手続きが完結したら、それでその事件が終わったということでは私は決してないと思うんです。司法手続きには司法手続きでできることがあります。そして司法手続き以外で事件について考えることは、これはさまざまなことを知って、さまざまな立場の方がやって必要があることだと私は考えています。死刑制度について、さまざまな考え方があることは存じ上げています。私は日本の法制度が今後どうなるかということを、その行く末を考える上で、我々が世界のさまざまな国で、さまざまな人たちが、死刑という国の根幹、人間の尊厳そのものに関わるようなこの問題について、どのような考え方が唱えられて、どのような議論が行われ、そしてどのような形で法制度の改正が行われてきたのかと、このことについて深く広く耳を傾けること、私は本当にこれは大事なことだと思います。もちろん日本の法制度は最終的には日本の方々、我々が決めることです。しかし、どのような形で将来死刑をめぐる法制度が変わるんですよ、変わらないんですよ。まずはなぜ世界のさまざまな国の方々が死刑の損害について現在のような意見を持つに至ったのかということを、とりあえずは謙虚に耳を傾けて聞くと、これは立場の違いを超えてとても大切なことだと思います。時には自分の意見と異なる意見に対してもすぐにそれを否定しないで耳を傾けること、じっくりと落ち着いて考えること、これは最終的に日本の法制度がどのように変更されるのか、されないかということに関わらず大切なことではないかなと私は思います。私は人間の尊厳というものを深く考えていったときに、世界の多くの国がそうであるように死刑というものは廃止されるべきものだと個人的には思っています。しかしこの私も引き続きさまざまなご意見に謙虚に耳を傾けていきたいと思いますし、また私の考え方を率直に申し上げていきたいと思っております。お互いに相手の声に耳を傾けること、このことがですね、死刑の問題をめぐる法制度について考えるきっかけになると同時に、やはり我々の社会が悲しい事件、苦しい事件を起こさないような、そういう方向に向かう変化のきっかけになるのではないかと信じている次第です。はい、では続きまして、皆さんこんばんは。金平さんです。テレビジャーナリスト、テレビ報道の仕事をしている金平茂春です。実は今日はこれから台風20号の取材で四国に行かなければならないので、集会には参加できませんけれども、
今回の集会の趣旨に鑑みて、ぜひともお伝えしておいた方がいいなということがありまして、ビデオメッセージというような形を取らせていただきます。私がお話ししたいのは、今回のオウム真理教の執行をめぐるマスメディアのありようについてです。実は今回の死刑報道というのは、これまでの死刑執行報道のあり方というのは大きく変わりました。死刑執行の報道というのはこれまで事後報道というか、つまり執行された後に公式非公式のルートを通じて法務省など当局からマスメディアに死刑が執行されましたよという、情報が伝えられた事後報道だったんですね。それが今回は事前報道あるいは実況報道へと変化しました。つまり、これから刑を執行しますよというような情報がですね、当局からマスメディアにもたらされたというようなことが、そういう意味で大きくその報道のスタイルが変わったということですね。7月6日の場合は第一報は日本テレビだったんですけども、午前8時41分に法務省は松本智津夫死刑囚らの死刑執行手続きを始めたというニュース速報を飛ばしました。その後8時43分に NHK が、それから他の局も次々とこれを追いかけました。俗に言う、裏を取るという作業が担当記者らによって行われて、法務省を含む当局サイドから、松本、井上、中川、早川、新見、土屋、遠藤といった名前が、リークされたんですね。で7月26日の2回目の執行では TBS が午前8時31分に第一報を報じました。オウム真理教元信者死刑囚の一部死刑の執行手続きを始める法務省というふうにテロップで速報しました。第一報をどこが報じるかというのは、マスメディアの間ではよく見られる競争なんですけれども、これが死刑執行報道においてなされて、しかもこれから執行するという、事前報道へと変化したということは、死刑制度の存続との関係で大きな意味を持っているというふうに思います。戦後の司法行政を長い間取材した経験から申し上げるんですけども、法務当局にとっても死刑というのはできれば避けて通りたい、やむを得ない措置という脈絡が実はかろうじて残っていました。法務大臣の中には任期中絶対に死刑執行命令書には署名しなかったという人もいましたけれども、今回の大量処刑で死刑は絶対に実行されるべき刑というふうに位置づけが大きく変わったんだと思いますね。でもう一つ、元来その近代国家の刑罰の目的というのは強制、つまり立ち直るように助ける導くという考え方に立ってたんですけども、今回の大量処刑で刑罰の目的が応報、つまり仕返し復讐憎しみの代行作業というのは前近代のような方向に逆戻りしてしまったというふうに思います。上川法務大臣が死刑執行前夜の宴会赤坂自民邸への参加していたということは、死刑がこの程度の刑罰だというふうに、このクリスチャンの女性法務大臣にとっては考えられていたということを物語っていて、個人的には吐き気を催すようなことですね。13人が20日という間隔を置いて、死刑が執行された例は戦後ではもちろん前例がありません。しかし1911年の大逆事件においては12人が執行されました。この時の報道機関の様子をちょっと調べてみたんですけど、驚きました。まず裁判が全く公開されていないと、それから新聞による事前報道というのは原則的には禁止されていました。退学罪なので、事前報道が不敬罪に当たるというような、理屈らしいんですけれども、で死刑執行翌日の当時の新聞を読んでみて、いろいろ考えさせられました。当局による公式発表というのはないので、新聞、当時の新聞こんなふうに書いています。死刑執行の光景を漏れ聞くに、でその後に、死刑台の上の高徳秋水の様子がまるで、見てきたように細かく細かく書かれているんですけれども、僕は思いました。そうか、
死刑をめぐる当局とマスメディアの関係というのはこの大逆事件当時と本質的には何も変わってないのだなと、死刑執行の光景を漏れ聞くに、メディアがこの当局との間で漏れ聞くしかないという力関係があるとしたら、そこに安住していいはずはないというふうに僕は思います。最後にお伝えしておかなければならないのは、そのメディアの組織内部でのオウム事件の伝承作業がきちんと行われていないということです。基本的な知識のない若い世代が今回の死刑執行報道、死刑執行報道していたというように思いましたですね。で、まあ、自分たちが生まれる前、あるいは子どもの頃の訳のわからない凶悪事件も、彼らの言葉で言うと凶悪なテロリストの、まるでイスラム国とかアルカイダのような、まあ、理解不能な赤の他人たちがやったことだろう程度の認識の記者たちが、まあ、いかに多かったかっていうのを思い知りました。悲しむべきことです。これは、まあ、僕らの世代の責任でもあります。まあ、最後に、この集会で、実りある議論が交わされることを祈っています。以上です。はい、次はジャーナリストの星雲さんからのメッセージです。皆さんこんにちは、ジャーナリストの星雲です。今回の会合に参加ができず申し訳ありません。海外取材のため今日は不在です。代わりに、ビデオメッセージをお送りできればと思いました。まあ、今回、死刑が執行されました。まあ、僕自身は、まあ、犯した罪に対して適切に、まあ、こうして死刑が執行されることは仕方がないことですし、しかるべき対処だと思っています。ただ、まあ、国はやれることを全てやりきったのかという思いもあります。まあ、この半年間、オウムの元信者の皆さん、そして、朝原祥子こと松本千鶴氏のご家族の皆さんなどにもお話を伺ってきました。弁護団の皆さんにも直接会ってお話を伺うこともありました。これまでの裁判資料、そしてあまり表にはなっていない、まだ、まあ、朝原祥子が、まあ、自分自身の口で語ることができた時代の弁護団による聞き取りの内容なども触れることが機会がありました。まあ、いろいろお話を聞き、そして、まあ、自ら考える中でもっともっと知りたいことがたくさんありました。僕はこう思います。当時の、まあ、オウムの関係者の皆さんのお話を聞いていると、まあ、なぜあの教団に入っていったのか、親の過干渉があったり虐待があったり、地域に馴染めない、コミュニティに馴染めない、自分の居場所がなかなか見つからない、そういった、まあ、いろいろな、まあ、課題を抱えた青年たち、少女たち、大人たちがあの教団に一つの居場所を求めて入っていったんだなということがよく分かりました。必ずしも全てのサマナと言われるような信徒から関係者が、まあ、なぜ事件が起きたのかという背景を知っているとは限らないということもよく分かりました。なぜあのような凶悪な犯罪が引き起こされたのか、そして、まあ、彼らが抱えていた居所のなさ、そういった社会環境というものは果たしてこの23年の間で根本的に改善されたのかと言われると、根底に横たわっている問題課題は具体的に改善したようには思えません。まあ、再びあのような惨禍が起きないためにも、そして、まあ、なぜ事件が起きてしまったのかということを、まあ、法廷は必ずしも全て真相解明をしたとは思えません。まあ、それはあのオウムの事件に関わらず、さまざまな、裁判の取材をしている中で、まあ、責任の所在は明らかにできても、まあ、事件やそして事故、社会問題の実態解明を裁判所というところがする場所ではないということも感じることが多々ありました。死刑を執行されました、
ところが、まあ、私たちはまだまだこの問題に対して向き合い続けながら、自分たちの手で見て聞いてそして考え、あの事件が一体何だったのかということを、まあ、究明し続ける必要があるかと思います。死刑になったから全てが終わりということではない、これは皆さんも感じているところだと思います。今も多くの当時被害に遭われた方々、そしてご家族やご遺族の皆さん、あの事件に怯え苦しんでいます。後遺症に苛まれている方も大勢います。そうした皆さんの思いもしっかりと受け止めながら、なぜあの事件が起きたのか、そしてもう二度とああいったことが起きないために一人一人個人は何ができるのか考え続けていきたいと思います。今日のこの会がさらなる真相究明のきっかけになることを願っておりません。事件を風化させない、これもすごく大切なことです。みんなで力を合わせながら、一緒に考え続けていけたらと思います。以上です。はい、続きましてロックミュージシャンのパンタさんからのメッセージです。パンタです。いやー、もう半端しましたね。国家による虐殺、少なくとも自分にはそう思いました。頑なに作業と断定し、弁護団によるセカンドオピニオンの要求も跳ねつけて、遺族の意向を無視して勝手に仮装にして、遺体検証の機会も与えないまま、何かを急ぐように7人そして6人と死刑執行を強行しました。刑事では片付いたかもしれませんけれども、真相の究明はこれで断たれてしまいました。被害に遭われた方の気持ちは察するにあまりありますが、今の自分の気持ちを言わせてもらいました。パンタでした。はい、ビデオメッセージはこれで以上になります。それでは会場の電気をまたつけていただいて、ここからまたビデオじゃなくて実物の方のメッセージになるんですけれども、じゃあ鈴木邦夫さん、一水会元顧問、元って言ってるけど顧問だから大丈夫ですね。一水会元顧問の鈴木邦夫さん、よろしくお願いします。こんにちは。あれ入ってない、すみません。鈴木邦夫です。金平さんが言ってましたけども、死刑に対するマスコミのメディアの考え方がどん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 変わってきたと言ってますね。で、その事前報道があった、実況放送まであってると、そしてまた昔だったら昔だったらって今までもずっとそうなんでしょうけども、精神的な病があったときは死刑を執行しないというのはあったんですけども、それも全く無視されていると。それでまたもう一つ大きいのは再審請求の問題ですね。死刑が確定しても再審請求があって、それに最後はみんな死刑者が頼ってて、それでまた救われた人もいっぱいいるわけですね。でもオウムの場合は13人のうち10人が再審請求したと。で、法務省の人がそれに対して答えてましたけども、もう再審請求っていうのは意味がないんだと。その死刑囚はただ生き延びるために使っているだけだと、そのように言ってたんですね。でもそんなことでいいのかと、ことですね。それからまた、その浅田さんに会った人も言ってますけども、全く話ができないし、またそのいろんな気候もあるし、で絶対に できるはずはないと。でもそういう理由で死刑を しなかったら、多分いろいろ突き上げられるんですよね、国民から、強さを求める国民から。
なぜそのやらないかと。朝原が少しぐらいその精神的におかしくてもやれと、多分そういうふうになってたんでしょう。で、そういう圧力に多分屈したんだと僕は思います。で、別にその安倍さんや法務大臣が強固なファシストだったわけじゃないし、むしろ国民の一人一人が強い国家を目指している、またある意味でのその強い平和な国を目指していると。そこの中で本当に少数の人間が、危ない人間がいるんだから、そういう人間を警察を捕まえてほしい、処刑してほしいというふうに思っているんだと思います。そういう思いを政府や法務省がむしろ先取りするような形でやっているというのが今の日本だと思います。で、本当にあのサリンを撒くんだって誰が考えたのかよくわからない。僕はその三女のアシャリさんとは親しんでいろいろ話を聞いてるんです。だ、彼女の本を読んでみても、あれはお父さんがその発想したんじゃないし、命令したんじゃないとか言ってますね。それはその親孝行な子供だから、そうお父さんのことを弁護士の気持ちは分かりますけど、でも案外あり得るかもしれないと思ったんですね。というのは後で言うんですね。分かりました。で、彼女に言わせれば象徴性が悪かったんだと。なんとか賞とか、なんとか賞とかいろいろ作って、そこでみんなにそのいろんなことを言わせたと。ある意味、言論の自由をどん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 オープンにしたから、ああいうふうなことを思ったんだと言ってましたね。浅原商工の独裁的な宗教団体だったら絶対起こらなかったと。それは象徴性ってどこで知恵を得たかというと、ダライ・ラマさんのところですね。この事件が起こる10年ほど前に、浅原祥子さんは部下を連れて行って、インドのダラムサラという山の上で亡命政権を作っていたダライ・ラマさんのところに行ってるんですね。で、そこに行くと、実は僕はその前に5年ほど前その5年ほど前に行ったことがあるんです。それはあくまでも宗教と関係なくて、そのピマ・ギャルコさんが案内してくれて、チベット独立運動をやってる人たちの右派の人たちが行ったんです。そしたらダライ・ラマさんは非常にこう分かりやすい英語で、我々頭の悪い人間にも分かる言葉でちゃんと喋ってくれました。そしてまたその辺に草薄いしてる人をこう呼んで我々に紹介するわけですね。あ、この人は文部大臣だよとか、あ、この人は防衛省長官だよとか、ええー、と思ってそれでいいのかなと思ったんですよね。だからそういうシャドーキャビネットですね、自分たちがチベットに帰って政権を取ったらこうしてそういうふうになるんだというのを今から準備してるんですね。オウムもそういうふうなことを完全に真似をしてやったんですね。でもシャドーキャビネットってある意味かなり危ないことだなと思いますね。はい。それでそれがあったんじゃないか。だからそれでみんながその自由に勝手にその喋るようになって、で自分たちの都合のいいことだけを浅原さんにこう言っちゃったんじゃないかと。でそこの中でそのポアだとかいろいろその地下鉄サリン事件も生まれたんじゃないかと思うんですけども、そういうことはあんまり書かれてませんよね。それでまたそういうことをきちんと調べた上でいろんなことをする。またもう二度とあのような事件を起こさないようにするにはどうしたらいいかすべきだと思いますね。でこの前その21日に、和歌山カレー事件の集会を見たんですけども、息子さんが出て喋ってました。だからお母さんに林真澄さんに面会に行ったらものすごく怯えてたと。浅原の次は私だと、オウムの次は私だというふうに言ったんです。いや、これからはそのいろいろ冤罪だとかいろいろ騒がれている裁判でその人や、あるいはそれです。で、さらにその、支援者が集まって冤罪反対というと、
そしてそれをうるさいと思った国家は簡単に潰せるんですね。だってその人たちを殺せればいいんだから。またそれが今回の事件だったと思います。非常に怖い話だと思いますね。でこういうふうに集まって今ここで集まってもやっぱりもう殺されちゃったんだから今さら何言ってもしょうがないなという気の使いもありますよね。皆さんも僕もあります。でそういうものに対してやはりこうきちんと対抗してやらなきゃいけないだろうと。でまた同じようなことをやらせないためにも我々は頑張っていかなくちゃいけないんじゃないかと思います。どうもありがとうございました。漫画家の山本というんです。大した話したいことはないんですね。まあ野獣馬代表として賛同人になることにしました。で話したいことは大したないんですけど、話を聞きたいと思ってここに来て皆さんの話を聞くことができて、これから考えるすごい糧になったと思ってます。オウムについて考えるってことは、まあ、死刑について考えることで、司法について考えることで、警察についてとか行政とかメディアとか、あとはカルトとかネットとか先導者に踊らされる人、普通の人たちのことについて考える、いろんなことについて考えることだと思うんですね。だからまあ僕ができることは、まあ、忘れないっていうことぐらいで、それは今日また再確認しました。で僕連合赤軍についての漫画を12年書いてきたんですけど、結構じゃあオウムについても書いてくださいって言われるんですけど、それは書かないです。以上です。ありがとうございました。ありがとうございました。それでは続きまして劇作家で、林公軍主催の坂手洋二さん、よろしくお願いします。はい、坂手です。演劇をやってる人間なんで演劇の話をしようかなと思います。15年ぐらい前にアメリカの友達が僕に、やれやれと日本でもやれというふうに言った芝居が、解放されるといいますか、解き放たれてという題名で日本でやりました。それはどういう芝居かというと、当時のアメリカでリーディング公演でもう全国でやってました。でこれはどういう内容かというと、死刑囚で解放された人たちがインタビューに答えているという劇です。要は冤罪なんです。みんな一度死刑になって、で冤罪が証明されて、でその人たちがインタビューに答える、それを、まあ、30人分ぐらいかなやるような芝居で、まあ、それをその、まあ、ロバート・ボーンとかブルック・フィールズとか、バネス・レッド・ブルーズとかいろんな映画人有名な人も、まあ、出演して、全国でアメリカでやって、それがあると死刑をなくしていく、まあ、後押しをしていったという劇ですね。でこれをやってみて僕が本当に驚いたのは、実際冤罪で死刑に一度なるということがこんなにあるのかということと、まあ、実際あるんですよ、荒っぽいものだと。だから第三者の証言証拠だけで死刑にしちゃいけないというのは本当は当たり前のことなんですけど、証拠がじゃないかもしれないわけですから。でそんな中で本当にその死の前に人間は平等だとか僕らはよく言うんだけども、死刑というものは何か死んで何かみそぎが終わる、そんなことも言うんだけども、そんなことじゃなくて、やっぱ死刑っていうのはその死ぬまでの意識の巡りの問題で、でじゃあ量刑として死刑って何なんですか。さっきねおっしゃってました、元死刑囚、僕もね本当に変だと思うんです。じゃあ死刑になるまで20年の人もいれば、数年の人もいれば、30年の人もいますよね。
でその苦しんで死を待ってる時間というふうに、まあ、言うのも僕らの思い込みかもしれないけれど、それが冤罪であった場合じゃあどうするのかと、まあ、今日いらっしゃるかもしれなかった坂上かおるさんの映画の、まあ、ライファーという映画があって、これはやっぱアメリカのドキュメンタリーで、要するにその、無期懲役の人たちの、まあ、ディスカッション、心理療法をしているようなことを中心に描いているドキュメンタリーなんだけれども、死刑の人たちの場合はじゃあどうするんですか。彼らももちろんそういうことされるんだけど、そのインタビューの中でやっぱある女性は今私はそんな話はしたくないのっていうわけです。でそれは向こうは本当はやってるからそう言ってると思うんですよ。でも冤罪でやってないのに死刑囚になった人がその言葉以外言えないわけですよ。でその苦しさみたいなことを考えた時に、まあ、森さんに死刑のあれじゃないんだって言われたんだけど、僕はやっぱそれはおかしいと思う。で死というものを僕らちょっと神聖化して考えて、死というものの重さでものを考えるんだけど、いやなんでそんなことが起きてるかっていうと、死の問題よりはやっぱりこれは国家です。国がそれをやってるんです。で国がそういうことをやってしまう。で国が人を殺す、それがおかしいことだっていうことは僕は大きいと思いますし、でその元死刑囚の人たちのインタビューはやっぱ恐ろしいです。で彼らはやっぱり何かを諦めていく、もう何かに絶望していく。で本当にやってる人はね、それは反省するかもしれないですよね。やってないですよ。やってなくて自分の家族や自分の子供も本当はやってんでしょお母さんって思ってる人たちに相手しなきゃいけない。冤罪って本当に恐ろしいことだと僕は本当に思います。でそういう出来を見てアメリカでは死刑を廃止する動きがとても加速されました。でそれはやっぱり国家がやってる、州の中で判断をする、つまり人間がやってる仕組みだからそれは人間が止められるっていう当たり前のことを、まあ、彼らは気が付いてるから。で実際に人が殺されなくても、体が殺されなくてもやっぱり魂はボロボロになりますよ。魂は死にますよ。でそのことはでも死んだってことの自覚さえうまく持てないぐらいのショックを受けると、まあ、僕はそういうのを言うとちょっとあれなんですけど、そういう冤罪というものが、じゃあ仮に有罪だとしてもそうかもしれない。そういう意味では有罪の場合でもやっぱり人がどう傷つくかということに対して、なぜ国家がそれをやるんですかっていうふうに思います。僕は日本国憲法っていうものがやっぱりいいと思うのは、前文の中にやはり再び戦争の惨禍が起こることのないようにすることを決意した。戦争って何ですかっていうと、国が人を殺していいわけでしょ。で戦争で人を殺しても死刑にならないじゃないですか。でだからそれは戦争だから当たり前だねって実は結構みんな思っちゃってます。でそのことの延長上で考えると死刑やっぱり変ですね。で憲法全文で平和を愛する諸国民の公正と正義に信頼し、つまり自分の国以外の国の人たちの公正と正義に信頼すると、それを安倍首相はボロクソに言いましたね。なんていう、なんか言うの忘れちゃったけど、なんかすごいそういう憲法が、まあ、人に余ったられた憲法みたいなことを言ったのかな。そういうことを僕はおかしいと思うんですね。つまり自分たちの国以外の国と対話ができる、で昨日まで殺し合ってたかもしれないけど話ができる、そういうことを考えている、そういうことの可能性を言っているのが日本の憲法であって、やっぱりね、憲法の精神でいうとね、死刑おかしいですね。でそのことが、でも死刑の話はやめた方がいいと言われながら相手するのは、それを決めているのがやっぱり国家だからです。で僕たちはこのオウムのことによって国家というものがどういうものかについてもいろんな考えるチャンスがあるんだけど、そこをむざむざやられちゃった。で僕松本演劇祭っていうのにずっと参加してて、1980何年から始まったのかな。松本とてもいい街で、で本当にその毎年毎年参加してました。毎年夏に松本に行きました。でところが本当にサリン事件が起きて、で河野さんの家がこの辺りだよって聞いて、その辺りでその街が全然違うものに見えちゃった。これ多分ね、戦争になった時に街が違って見えるのと多分同じですね。そうやってみんな不安になるんです。で人は不安になったら物が見えなくなるし、依存心が出てくる。でそういうことにやっぱり惑わされてはいけないんだということを強く思いますし、国によって判断させちゃいけないんだと。で裁判員制度ってありますよね。あれもひどいのは、普通の裁判、普通の陪審制っていうのは普通ってないんだけど、アメリカでは有罪か無罪しか決めないです。日本では量刑判断が入る。量刑判断が入るってどういうことか分かります。これは国民に、つまり罰する側に立たせる、国の側に立たせる。でこの国と人間の関係を強固にさせようとしちゃうわけで、そのことはやっぱりおかしい。
で、アメリカには大陪審というのがあって、この人を訴えるかどうかのためにすごい時間をかけます。そういう仕組みがないです。で、日本ってすごい裁判に時間がかかるのが良くないって言われてて、今早くなったからいいって言われてるけども、本当にそうなんだろうか、そんなことを思います。まあ、であと、まあ、すごくバカみたいに簡単なことを言うと、僕演劇やってますから、よくわかるんですが、小さい劇団いっぱいある小劇場ブームっていうのが80年代になって、河村たけしとか、鴻上尚史とか、戸田秀樹さんとか、僕とかがどんどん出てきたわけだけれども、今小さい劇団もうないです。つまり、人が集まって何かやるっていうリアリティはかなり減ってきてます。そのことはオウムみたいなものが集団で集まるということのリアリティに対して何かすごく抑圧がある、まあ、これ言うと話が長くなるのでやめますね。5分過ぎますね。すみません。まあそんなわけでちょっと演劇をやってる人たちの中でも人が集まるっていうことについての実験をしてるんだぐらいには思って興味を持っていただきたい。まあ要するに大学の中って昔開放区だったんですね。自粛でだったんですよね。で大学に集まっていろんな自由なことをやるのは演劇以外にもいっぱい人はいました。でそういう場所がなくなった。でこういう場があることによって本当は人が集まりたい。だけどほとんど若い人はいない。これいつもそういうことを言って嫌われるんですけど、でもそのことをどう乗り越えていったってことについてはちょっと本当に僕らが持ち帰って考えたいと思います。どうもこんばんは、安岡でございます。映画のプロデューサーとして、ドキュメンタリーが中心なんですけどね、そのきっかけとなったのはそこにいる、森達也さんの A と A2 を一緒にやったということから、始まりました。僕はまあ最初まあ劇映画も何本か作ったんですけど、ドキュメンタリーの魅力っていうのはやっぱり現実と向き合うっていうことのね、手応えっていうのがあるんですけども、がゆえにですね、折々死というものとこう向き合わざるを得ないことがたびたびありました。森さんと一緒に、東日本大震災の被災地を巡った、311という映画、それ以外にも今日は来てないですね、渡井武春というジャーナリストと、後ろ来てる渡井さん、リトルバーズ、それからチグリス、ピーソンチグリスって2つの作品やったり、あとは古井水さんたちと、パレスチナ、広川すみれさんともパレスチナ、そうするとですね、たくさんの詩が映像に、刻まれるんですね。僕はまあほとんどの作品自分で編集してるんで、その映像とこう延々向き合う、撮影が3時間されたとするとそれを10回も20回も見なくちゃいけないんですね。死刑という一つの刑罰があって、ただその形は死であるという、そのことのイメージっていうのがどっかなんかみんな希薄になってんじゃないのかなという気が僕はします。つまり死を目の前にした家族がどういう感情になるか、そして死に行く人の様子がいかなるものであるかという、そういうこう視覚的なイメージを植え付けられた僕はですね、決して許容できませんね。つまり殺すということ。東日本大震災は自然災害、もちろん人災という側面もありますが、大事な人を亡くした人は、自然を恨む。でも自然を恨めないですよね。ところが殺されたっていう、行為から必ずその先ほどもお話ありましたけど怨嗟が生まれるんですよ。激しい怨嗟がね、それは当たり前ですよね。でそういったものがどんどん増殖していったときに、感情だけがどんどんこう先鋭化していく、その先鋭化していく感情っていうのを僕はとても恐ろしいと思います。僕は本当にメッセージにコメントにも書きましたけれども、ここで申し上げたいのは、殺すなという一言です。であと、もう一つ2分あるので、もう一つ僕言いたいと思うね、
終わっていいですか時間をしてるな、勝負さん。もう一つですね、森さんが言われたし皆さんも言われてたことなんですけれども、今のその風潮というかそういった問題について、僕はあの大学で学生たちと向き合っているということもあってですね、学生たちの中に明確な変化が出てきました。これは10年間ぐらいの間にですね、決してそのこれは多分いじめの構造と限りなく一緒だと思うんですけれども、抗わないで、抗うのは仲間同士で抗うんですね。で、それどういうふうにするかっていうと、相手の弱いところを見つけたら徹底して叩くんですね。信じられないほど残酷な言葉が飛び交うというね。で、言ってる本人がじゃあその、ちゃんとしたことやってるかっていうとそうじゃないんですね。つまり自分が叩かれる前に相手を叩き潰すという言葉が、ふさわしいというような表現が、同じクラスメートの中でも起こっている。それが今インターネットを介在してものすごくこうおぞましい風景として、広がってますよね。やっぱりそのことの深刻さということを、僕らはですね、真剣に考えていかないと、まあ、今回のこういった状況を招いた社会といったものを覆せないんだというふうに僕は思っています。どうもありがとうございました。本当にありがとうございます。本当はこれ特別にお名前はなかったんですけど、吉岡しのぶさんが今日いらっしゃってるということで、3分ぐらいちょっと一言5分でいいです。長い方がいいですか？短いです。吉岡さんです。いや、ちょっと今地方からにいて駆けつけて今みんなそのお話を伺いながら事件のことをいろいろと思い出していました。このサリン事件が一連のサリン事件が起きた時、私いくつかの道場を訪ねて、当時の信者たちのがなぜこのオウムに関心を持ち、そこに信者になっていたのかという話を、何十人と言ってもいいと思いますけども、話を聞いてました。で、まあ、皆さん思い出していただきたいんですけども、当時はバブルの真っ最中でした。日本の土地の値段だけ足すとアメリカが2つ買えるとかね、そんなふうな議論もされていましたし、それから繁華街の電話ボックスに行くと今みたいに携帯がなかったんですけれども、ピンクチラシというのがいっぱい貼ってあって、まあお金にも踊るし、お金があれば何でも買えるというふうなですね、いう時代でした。でそういう時代の中で杉並の道場などに行って話を聞くと、ああいうのって吉岡さんおかしいと思わないですかというふうにまあ言うんですね。若い人たちがそういう、若い信者たちがそういうことを言うということは、私は全面的に、あ、その通りだというふうに思いました。もちろんその社会に場所が見つけられたか見つけられなかったかということもあるかもしれませんけど、もっとストレートに嫌な時代だったんですよ。嫌な社会だったんですよね。その社会から逃げたいという気持ちは私にもありました。そういうことを考えてみると、あの若い信者たちが抱えていた問題というのは、実は社会全体が抱えていた問題だというふうに思います。これ一方で、私はその道場でもって散々たくさん本を書きました。浅原商工著の本も30冊ぐらい多分読んだと思います。確かにドライヤマに会いに行った寄稿文もありましたし、それを読んだ時に不思議なことに気がつきました。たくさんの戦いや戦争のことが書いてありました。ハルマゲドンというふうなことが書いてありましたけれども、つい数十年前のアジア太平洋戦争については何も書いてありなかったんです。広島長崎についても何も一言もその中に触れてなかった。あ、そっか、自分たちの社会の来歴、歴史というものをそんなに遠い話じゃなくて、ごく近くの、まあ、第二次世界大戦は5000万人の
犠牲者が世界中で出た。2000万人はアジアです。300万人は日本人でした。1700万人は日本人が殺した歴史ですね。そういう歴史というものを忘れると、こんなとんでもない妄想のようなハルマゲドンというふうな戦争を考えるのかということも考えました。同じことは当時の私がいたバブルの日本の社会もその歴史のことは忘れていたと思います。両方が忘れていて、そして片一方はバブルに踊り、片一方は恩があったという構図は見えてきます。で、この度の死刑です。国が人の生死というものを左右できるということにを認めてしまうとすれば、それはまっすぐに戦争の論理にもそれを肯定するところにも行くと思います。国が、国家が人に死をもたらして、それがいいとするならば、当然それは人を動員して死に赴かせることもあり得るし、人を殺すこともあり得る。死というものを国家に預けてしまう、生と死を預けてしまうということの危険というものを、私はこれからも考え続けたいと思っています。終わります。ありがとうございました。すみません、ありがとうございます。それでは、もうこれで最後となるんですけど、最後、篠田さんに、締めていただきたいと思います。それでは篠田さん、お願いします。はい、どうも皆さん、お疲れ様でした。結構長かったと思いますけど、ね、でも吉岡さん、いきなり指名誰かしてくれるのすごい。今日本ペンクラブの会長でもありますけどね、吉岡さん。で、ペンクラブも9月に、この問題を議論しようというふうになってます。で、それからね、ちょっとさっき聞いててちょっと思ったんですけど、あ、皆さん、その間にアンケートにちょっと回答いただけますでしょうかね。私が2、3分喋ってる間に、ちょっとね、説明した方がいいんだと思ったのは、この会に今日発言してる人って別にこの救命する会の賛同人に限定してません。ですから、何て言うのかな、まあ、救命する会って私も途中で誘われて入ったんですけれども、方針をめぐる、議論とかってなってて、さっき島村さんがちょっと触れてましたけどね、ただそういうことじゃなくて、まあ、一つの場を提供するってことでね、今日みたいに別にその会に参加してる、まあ、そもそもこの呼びかけ人数、賛同人数、特別とかも、まあ、よくわかんないでしょ、みんな。やっぱりね、しかも今日解散なんですよね。最初の集会で解散って何なんだと思いましたけども。ただやっぱりオウムとこの死刑の問題ってちゃんと議論することは絶対必要なんですね。ですからその救命する会が何どうこうっていうことじゃなくてね、ちゃんと死刑、今回の執行の問題とかオウム事件とはどういうことだったのかっていうのを、今後もいろんな場で議論ができればいいなというふうに思いました。それで、誰ですね、今日の発言した方は別にこの会のメンバーとかっていうことじゃなくてね、こういう議論の場って もっと今後もやっていきたいなというふうに思いましたので、皆さんよろしくお願いしたいと思います。ということで、今回さっきも言ったように9時半に撤収しないといけないんですけども、ちょっと椅子を片付けたりするのができたら手伝っていただければというふうに思います。それから、アンケートをちょっとぜひお願いしたいというふうに思います。それと今からちょっと仲間内で打ち上げをやろうかって話になってて、ちょっと今日来た方でちょっと森さんともうちょっと話したいなとかっていう方、まあでも、ね、人数に限度ありますけどね、人数に限度ありますけども、まだ多少10人ぐらい参加可能だと思いますので、議論したいという方でお願いします。はい、ということで今日は終わりにしたいと思います。どうもお疲れ様でした。